さあ氷結のお供に高畑さんに選んでいただきましたトリュフ風味のフライドポテトもご用意しております。さあということで高畑さんには乾杯の掛け声をかけていただきます。もう今日からこの海辺でたくさんの方々が乾杯ということで楽しまれるかと思いますので、はい、その景気づけしていただきましょう。さあということで、ではじゃあ開けていいですか。はい、いいですよ。失礼します。はい、はい、準備が整ったようです。さあそれでは高畑さん、乾杯の掛け声お願いします。ではここから3日間クラブ氷結アイランドにたくさんの方が来てくださるように、そして皆さんが笑顔で楽しい思い出をたくさん作っていただけますようにねいただけることを願って乾杯。乾杯。いやー、砂浜に氷結合いますね。いや美味しいですね。もう最高の笑顔いただきました。いや今日一の笑顔ですねすいませんなんか羨ましくなってきました。もうこういった笑顔がこのね会期中3日間たくさんのところで皆さんワイワイと楽しんでいただけると思ったらワクワクしてきました。ぜひご用意したトリュフ風味のフライドポテトも召し上がってみてください。はい、皆さんに配って一緒に飲んじゃえばいい。本当ですよね。みんなも一緒にこの後お楽しみいただけるんじゃないかな。楽しんでいただきましょう。あ、パクリといきましたね。あ、結構トリュフですよ。美味しい。 ありがとうございます。トリフと書いてあると間違いないとおっしゃってましたが、どうでした？改めて。間違いないと思いますトリフ風味って書いてると大体気になっちゃう。わかります。1個じゃ止まれなくなってますね。そうですね、やっぱりこういう味のものと氷結みたいな爽やかなあのお酒はすごい相性抜群だと思います。うん、いいですね。なんかそのトリュフ風味の入れてるこの筒みたいなものもなんかおしゃれですね。わ、かわいいね。うん、あ、こんな形で提供されるんだ。結構たっぷり入ってます。風がすごい。ありがとうございます。はい、置いていただいてありがとうございます。美味しく召し上がっていただきました。たくさんの方にクラブ氷結アイランド遊びに来ていただいて、氷結にオリジナルフード、さらにはワークショップと存分に楽しんでいただきましょう。